掛けふ作田は、長野県下高い郡平穏村出身のジャーナリスト、クロスカントリースキー選手、登山家、旧西藩山中学校を経て、1929年、早稲田大学小学部卒、全日本スキー選手権大会クロスカントリースキーの、リレーでは、総大チームのメンバーとして、1925年の第3回大会、翌年の第4回大会と連覇を果たした。 日本初参加となった1928年、サンモリッツオリンピックでは、クロスカントリースキー個人1 8キロメートルで30位、個人耐久で26位だった。研究熱心な竹生氏は、同大会で、欧米の選手が用いていた、距離スキー専用のワックスやヒッコリー材のスキーを、大会後いち早く導入するなど、日本のスキー技術の向上に努めた。大学卒業後、 東京日日新聞社に入社。その後は登山家としても活躍し、1936年には日本初のヒマラヤ遠征となった立教大学の南田高等登山隊に同行し、初登庁に成功する。1952年から54年の第一次、第二次マナスル登山隊にも隊員として参加した。1959年毎日新聞東京本社を、 運動部長で退職し、以後は、東急食卓、白馬観光開発常務、相談役などを歴任した。また、この間1949年から54年まで、全日本スキー連盟の理事長も務めた。ありがとうございます。